はい、皆さん今日も一日お疲れ様です。先ほど赤羽クロスオーバー東京にて実況ライブやった後なんですが、まあ視聴者に酒飲まされるわ。すげー盛り上がりでめっちゃ疲れたし眠いんですけど、今日も頑張って NBA ファイナルゲーム4、忙しい人向けにねサクッと解説やっていきたいと思います。ぜひ今日もラジオ劇でお楽しみください。はい、先ほども言った通り私実況ライブしていたので試合通して見終わった後にこの速を撮ってるんですけど、途中ね盛り上がりすぎて抜けてるとこあるんで細部まで試合見れてないことをご了承ください。ハイライトとかで所々保管はしてるんですけどね。でまず1クォーターですけど、お互いの入りとしては拮抗してるかなというとこでしたが、いきなりデレック・ライブリーがねキャリア初スリーポイントをこの場面で決めました。でそこから相手のレイアップだったかな、ブロックをした後にダンクも決めるっていう実質7点分の働きをします。いやこの時のクロスオーバーめっちゃ盛り上がってたよ。あ、失礼、ブロックカウントはされてませんでしたね。ティルマンのレイアップをリムプロテクトしたという形です。でそのライブリーが結構空中戦を支配していると同時に、ドンチッチがこのクォーター13点、カイリーが9点、で他にも PJ ワシントンが3決めたりとか、 DJJ がね結構技のレイアップ決めたりとか、マブスも負けたらこのシリーズ終了ですから後がないというところでイケイケどんどんでした。で対照的にセルティックスね、テイタムめっちゃ良かったんだよ。ただテイタム以外の得点があまり伸びなかった。そうボール回しすぎてたんだよね。まあ、このシリーズそのボール回しをすることでマブスのローテーションを崩してカッティングとかテイタムのプレイメイクでゴール下で刺すみたいなプレイは多かったんだけど、結構マブスがローテーションをついてきてペイントタッチ効果的にさせなかったというところでオフェンスがかなり停滞していました。スリーポイントも全然決まんなかったからね、ホワイトが残り1分切ったぐらいで入れたぐらいかな。で今日ねポルジンギス試合出場可能になってたんですけど、結局試合には出てきませんでした。だから控えからはティルマンが出るしかない。ティルマンも結構頑張ってはいたんですけど高さが出ないですからね、かなりリバウンドがきつくてセカンドチャンスをマブスにやられてしまっていました。かなりマブスペースというところで第2クォーター突入。はい、2クォーターなんですけど、マブスがセルツを完全に封じてましたね。まず、ダンテ・エクサム。レイアップ決めたりとか、コーナーからスリーポイントを行って、ちょっとサイドライン踏んじゃって、それ自体取り消されたんだけど、また次、ウィングから打ち直して決めたりとか、素晴らしかったね。なんで前回このエクサムを下げて THG 出しちゃったんだろうね、きっと。今日は良かったね。で、本当にディフェンスが素晴らしい。セルティックスの選手がね、ペイントだって消極的なのもあるけど、本当に中外やること何もなかったんだよ、セルティックス。ジェイレン・ブラウンが今日は調子悪かったし、結構ルカディフェンス頑張ってたけどね、対人で。とか、ドリューホリデーもね、後半得点伸びてくるんだけど、ちょっとペイントタッチ消極的で、あーそのままレイアップ行けばよかったのになーっていう場面もキックアウトしてしまったりして、なかなかセルティックスオフェンスの統制が取れていませんでした。スリーポイントも1クォーターに気づき全然入らない中で、テイタムがね、まあまあフリースロー稼いでて、ここで得点伸ばしていたのは良かったですね。で、あとはようやくクリバーがね、2クォーター終了間際にスリーポイント入れて仕事したりとかね、ファイナル初めて入れたんじゃないか？はい、3クォーターで勝負は決してしまいました。ヤホードかっこよすぎる、あのハッスルプレイ。テイタムのスリーポイントブロックした後にさ、コートバンバンバン叩いて、カモンマンって叫んでた。あれはマジ痺れたね。前半はライブリー、後半はギャホードでした。で、もうドンチッチがね、サムハウザーをいじめてましたね。ハウザー今日オフェンス悪くなかったんだけど、どうしてもディフェンススキルセット的にドンチッチから狙われるとあれはどうしようもない。ここはハウザーだけを攻めることはできないね。セルティックスのディフェンスのシステムのアジャストが悪かった可能性の方が高い。で、もうそれ以上にオフェンスがチンコだったね。ホリデーはね前半の消極的なプレーからだいぶ得点ペイントタッチとかスリーポイントで伸ばしてはしたんだけど、もう点差が全然縮まらない、広がる一方。あとハウザーのとこ以外は割と対人とかでディフェンス頑張ってたけどね。ティルマンとかもドンチッチから狙われてたけど割とちゃんと守ってたよ。けど残り3分切るくらいのところかな。もう3勝取ってるしこの試合無理すべきじゃないというところの判断で早めのガベージ投了となってしまいました。はい、店内もねそれまでめちゃめちゃ盛り上がってたんだけど、4クォーターはもう遊んでましたね。まあ一応4クォーターのことも話しますか。はい、すいません。ずーっと酒飲んでました。視聴者からね、ありがたいことにスパチャもらったんだけど、これでおかわりとかテキーラとかって言われて、はい、酔っ払ってました。全然試合見てなかった。申し訳ない。まあまあ、ガベージですからね。一応なんか店内ね、THJ がスリーポイントめっちゃ決めたらしくて、その時に盛り上がったがそれだけ知ってる。プリチャードも取ってたんかな。はい、マブス122対セルティックス84。要所で40点差つくシーンとかもあって、まあ3クォーターの流れ引きずってそのままゲームセットって感じかな。うん、まあ赤羽ってセンベロの街ですからね、お酒美味しかったです。はい、では選手評価の方ですが、まずはライブリー。最高だったよ。いや、天国のお母さん見てますって。ベンチからの出場で12リバウンドのうち7オフェンスリバウンドよ。このオフェンスリバウンドが本当にこの試合の鍵を握っていた。そして要所でのアリウープやダンク。派手なブロックこそないけど、相手に気持ちよくレイアップをさせないリムプロテクト。ファールもゼロですから、素晴らしい。文句なしでございます。彼を取るためにマブスは去年タンクで耐えたんですね。今日のエクサムは必殺仕事人でした。ディフェンスも地味に良かったし、やはりオフェンス
フェンスでは素晴らしい貢献。キッドさん、ぜひ彼のことを第一ローテーションで使ってあげてください。そうすればルカとカイリーが多少休めるんです。ギャホード素晴らしいマッスル発揮してましたね。実は今日9分の出場ですけど、出た時間帯すべてインパクトを残していた。だからスタッツこそ地味だけど、第3クォーターでの彼のエナジーがあったからこそ今日早めにガベージ入れましたからね。そしてキッド、素晴らしいディフェンスローテーションでした。ここ3戦はね、セルティックスにそのローテーションディフェンスをめちゃめちゃ崩されまくってたし、ルカの対人やオフボールディフェンス狙われてたけど、そこを修正してきた。相手にポルジンギスがいなかったとはいえ、ようやくライブリーとギャフォードを同じ試合の日に活躍させることができた。それは一重に2ビッグの時間帯、クリーバーの起用方法が今日はハマりましたね。彼も今日3ポイント1本だけど、そんなに目立ってるわけじゃないけど、ミスマッチ疲れないようにサイズを優先したっていうのはナイス采配だったと思います。ただセルティックスもゲーム5次ここを対策してくると思うんで、そこでの采配アジャストにも注目ですね。 PJ ワシントン、彼も今日はシューターアテンプトがそんなにないんですけど、要所でいい3ポイントを決めていました。ディフェンスローテーションの要にもなってましたね。素晴らしい。まあでもちょっと欲を言うんだったら、ファールをもう少し減らした方がいいかなと。デリック・ジョン・ジュニアも今日良かったですね。ちょっとね、ハンドルミスってクリエイトミスってるシーンとかもあったけど、逆に決めてるシーンもありましたから、彼もディフェンスここまで苦しんでたけど頑張っていました。ジョッシュ・グリーンもね、いいとこで1本決めてましたね。やはり攻守において THA 出すくらいだったらジョッシュ・グリーンの方がいいですね。カイリーね、確かに今日20点以上取ってるし、フィールドゴールも 55% 乗せてるけど、やっぱプルアップ3がゲーム3ほど決まりませんでしたね。まあ他にもいいアシストのシーンもあったから、もっと評価してもいいかもしれないけど、プレーオフはゲーム3のような異次元理不尽カイリーが見たいよねというところでちょっと評価を落としました。クリバーやっと仕事しました。3ポイント決めたところとかじゃなくて、ハブ役、中継役であったりとか、ギャホード、ライブリーをゴール下でずっと張らせるための役割、地味な黒子役がね、ここはキッドの意図がようやく分かりました。で、3ポイント1本決めてる通り、セルティックスのディフェンスの警戒度もかなり低いので、俺はもっと彼にシュートコーナーで打たせるようなセットとか組んでいいとは思います。で、ガベージ通過3クォーター後半から4クォーターにかけてマジで見てないんで、今日はセルティックス、マブスともに一律で評価なしとさせていただきます。すいません。まあ、今、楽天でチームスタッツ見返してるけど、なんか THJ がこれ7分の5で3入れてるのは何があったん？コメントで教えて。そうなんですよ。別に彼、メインで活躍しないからね。今日お店にいたマブスファンね、マブスファンの方がめっちゃ多かったんだけど、マジでメインで THJ は出すなーってずっと言ってたからね、エクサム引っ込めなって言ってたから、まあその通りなんだと思います。まあガベージお疲れ。あとオーマックスがね、今年のルーキーなんですけど、怪我が治ったというところでガベージには出てきました。まあ彼がメインとかで出てたらいいですけどね。対するセルティックスだけど、 A 以上の選手はちょっとこの試合の出来だといないかな。でも俺今日テイタも攻める気には全然なれないんだよね。そう、勝ってるからいいじゃんとかじゃないのよ、俺がエースに対する評価としては。試合の中で戦術アジャストがあった中でセルティックスは今日すごい後手を踏んでいた。その中で異物としてどれだけ輝けるかなんだよね、エースっていうのは。テイタムはその役割を負けたけど終えていたと思います。自慢のプレイメイクというか、いいパスもあったけどちょっと通り切れなかったりとか、チームメイトが決めきらなかったところは、まあそれはもうあれチームメイトが悪いんで、テイタムのせいではないと思うし。はい、日本人ね、チームワークとかエゴを捨ててとか好きじゃないですか。僕は大っ嫌いなんで、エースにはエゴを求めてます。ぜひゲーム5以降は支配してほしいですね。ホリデーね、本当に前半は消極的なプレーとか多かったんだけど、後半は逆にチームをキャリーしていましたね。点差的にはつまんなかったけど、まあ要所でやっぱさすがのディフェンスもあったし、うん、 JB が今日不調の日だったから、もっとホリデーにオフェンスの役割を最初から与えてた方が良かったね。そう、今日のホリデーの前半の出来っていうのは、エゴを捨てた結果チームの敗北に繋がってる一例ですからね。それが全てとは言いませんけど、どうだろう、ティルマン評価高いかな。 C にしてもいいんだけどね。けどルカに狙われてた割にはディフェンスめっちゃ頑張ってたし、リバウンドも頑張ってたけど、2メーターちょっとしかない身長でね、ライブリーとギャホード相手しろはきついからね、リバウンダーとしては。はい、一重にここはマブスのアジャスト勝ちだと思います。ティルマンを攻める気には僕はなれません。そう、逆にティルマン以外の時間帯のセンターはホーフォードで、ルカへのスイッチでディフェンスするシーンとかあったけど、今日は全然守れてませんでしたね。不用意なファールとかもあったし、オフェンスに関してはその役割もらえてなかったけど、ギャホードライブリーに支配されてしまったゴール下。ゲーム5ポルジンギス復帰できるかわからないけど、ここ復帰せずにまたティルマンとかガベージで出てくるコーネットとかニーミアスケイタしかセンターの枚数がないんだったら、ワンチャンね、ゲーム7まで行く可能性とかありますからね、セルティックス。で、プリチャードはね、結構ガベージでもメインで出てたんですけど、そこの評価は全て抜いています。確かそのメインの時間帯フィールドゴール1本だけじゃなかったかな。でもディフェンスにおいてはルカを対人でね、あのサイズでよく守ってるなと思います。けどやっぱり彼に求めたいのは、セルティックスがオフェンス停滞してる時間帯のスコアリング、ここがファイナルマジで不調ですから、復調を期待したい。ホワイトもね、いつも前半シュートタッチ悪くて後半上げてくるんだけど、今日はその後半が丸々なかったですからね。スリーポイント2本こそ決めたけど、彼のスリーが前半からもうちょい入ってればなぁとは思わざるを得ませんでした。ディフェンスにおいてもね、メインの時間だとルカに若干狙われるとこもあるからね。ハウザーの評価難しいな。彼もガベージのあれは抜いてるんで。そうなんですよね、ガベージは得点で無双してて、メインの時間帯もフィールドゴール1本か2本は決めましたよね。
ただルカからディフェンスしこたま狙われてるけど、さっき言ったように狙われても止めれる限度はあるからさ、ルカドンチッチだし、そこをどう評価するかですね。なんかとりあえず D にしてる感はあります。申し訳ない。まあ先般っていうか、これだけ点差が離れてしまったのはジェイレン・ブラウンの責任枠よ、かなり大きいかな。もともとプルアップ3がねそんなに上手いわけじゃないけど、今日外でリズムがそんなにつかめず、リムアタックもかなり外してしまったし、そのせいで消極的なシーンとかも目立ちましたからね。ドンチッチに止められてたりとか、でルカに対するディフェンスも若干ファール重んでしまった。ちょっと疲労なのかもしれませんからね、ここ3戦まで素晴らしかったから。はい、シリーズがもつれなければまだジェイレン・ブラウンファイナル MVP は確定だとは思うけど、そこどうなるかも今後注目ですね。まあでも先輩はやっぱマズーラなのかな。細かい戦術アジャストはね、僕はヘッドコーチのコミュニケーションとか彼らほど詳しいわけじゃないので分かりませんけど、プレーオフファイナルという舞台で40点差つけられてしまったのはコーチの修正力がなかった原因が大きいと思います。まあまあまあ、4回やれば1試合ぐらいこういう時もあると思うので、ゲーム5に同じ鉄を踏まなければいいんじゃないでしょうか。ポルジンギスもどうなるか分からないからね。で、あとガベージは以下同じ感じかなと何度も言っていますが、03からプレーオフ巻き返したチームはいませんけど、できればゲーム7まで行ってください。 YouTuber 的には動画が減っちゃうんでお願いします。皆さんの予想もコメントに書いてください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。では今日は後語りというか、先ほども言いましたが、私、赤羽の NBA バー、クロスオーバー東京さんというところで実況ライブをしてきたので、その話をちょっとして終わろうと思います。まあ、こんな感じだったよってところですね。ちょっと動画をご覧ください。一般のお客さん映っちゃうんで、ちょっとぼかしは強めに入れてます。よっしゃー！ゲーム5も交わしましょう！マブスに乾杯！はい、まあ楽しそうでしょっていう感じです。これはね、そのライブ中に視聴者からスパチャもらって、なんか一人飲みたくないなーと思ってスパチャ代金分くらい2杯頼んで、左にいてその方も僕のこと見てくれて、なんかいつも楽しみにいてますって言ってくれて、じゃあ一緒に飲みましょうつってテキーラ巻き込んだっていうシーンですね。そう、この SNS 社会ね、どうしても気持ちよくないコミュニケーションしてる方多いでしょ。僕も YouTube とか自分の X に来たらすぐブロックしてるけど、レスバとかしたって何も生まれるものはない。生産性なんて一個もない。だけど会うことによってその場で熱くなることもしかしたらあるかもしれないけど、会って話せばコミュニケーションうまく取れますから。日本ではまだ NBA コミュニティが少ないけど、東京にはこういう場所も増えつつある。ぜひね、リアルで NBA 友達をポジティブに作っていきましょう。で、僕もそれを広げる活動をしていきたいと思います。ファイナルの試合の日は昼間も空いてるらしいけど、普段は夜18時か19時以降でいい NBA の試合とか流してるらしいんで、ぜひ興味ある方行ってみてください。友達がいなくても大丈夫、現地で作りましょう。もし話しかけるの恥ずかしいなって思ったら、店員さんに対立あるくんっていうことか、店長さんのミュウさんも優しいし、オーナーさんもいるから、そちらに話しかけて手伝ってもらうってのもありです。でも地方だからなかなか行けないよっていう方は、僕のことを応援してくれれば、そのうち地方にも作ります。僕も NBA っていうかスポーツバー的な飲食店はいくつか開きたいと思ってますんでね、ぜひ共感してくれる方は応援よろしくお願いします。こんな形で毎日 NBA の情報は発信していきたいと思いますので、ぜひ今シーズンわずか最後までお付き合いいただけると嬉しいです。オフシーズンもやるけどね。で、毎日ショーツも2本以上出してるね、そちらもチェックしてくれると嬉しいです。ではまた明日以降お会いいたしましょう。さよならっす。